令和元年9月16日大阪鶴見緑地球場にて2019 X リーグディビジョン3ウエスト A ブロック本日開幕戦の2試合目となります。広島ホークス対トライスターズの一戦が14時10分キックオフ予定で試合開始となります。本日の第2試合、これより開始前のポイントスを行います。手前側カラーブルーのユニフォームが広島ホークス、奥側ホワイトのユニフォームがトライスターズです。広島キックオフ、トライスターズリターンで試合が始まります。ブルーのユニフォーム広島ホークスのキックオフで試合が開始されます。なお本日の定時は1クォーター10分の正式定時で行われます。キックによる陣地挽回、攻撃放棄を行います。ハンター8番、この時にボールをマフ、自ら抑えましたが大きく交代しての攻撃権譲渡となります。パス不成功。パス成功。パスだ。QB サーク、クォーターバック12番プレアクションからパスを投じようとしましたが、これを広島66番でしょうか、 QB サークです。広島ホークスが後半戦はワイトルにトライスターズのキックオフ、広島ホークスのレシーブです。まもなく後半戦開始。オンサイドチームケア、広島リターン4番、広島陣35ヤード付近でボールデッド。ナイスラン、ファーストラン。ナニワック42はハンドオフから左を2クロ駆け上がり約7ヤードゲイン。パス成功、ファースト。バンター29番、トライスターズリターン、ここでボールをファンブル。タッチャー、クォーターバック3番プレッシャーを浴びながらプレーアクションのパス、ターゲット19番、これをジャンピングキャッチしエンドゾーン、タッチダウン。広島6点獲得です。パス成功。パス成功。ファースト。パス成功。ファースト。インターセプト。
インターセプト。パス成功。ここでボールをファンブル。ファンブルをしたボールを抑えたのはトライスターズ。攻守交代です。ターンオーバー。パス成功。トライスターズファーストダウン10。パス成功。クライスターズファーストダウン。ランニングバック33番、ハンドオフから右オフタックルを突きファーストダウン。パス不成功。クォーターバック16番、プレーアクションからのパス、ターゲット1番、しかしこれはパスカットされ、パス不成功。ハーフウェイを超えたところでボールデッド。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、広島ホークス14点、トライスターズ0点で広島ホークスの勝利です。皆様、激戦を戦い抜いた両チームの選手に今一度大きな拍手をお送りください。本日勝利いたしました広島ホークスは、来る9月28日土曜日、ここ鶴見緑地球技場におきまして、12時からクラブアイランドとの対戦が組まれております。対しましてトライスターズは10月5日土曜日17時20分から大木スタジアムにおきまして、大阪府警シールズとの対戦が組まれております。